Good morning, everyone. 英語がわかると医療がわかるの23回目 ADL、まあ、ADL はこれ聞いたことのない看護師はですね存在しないと思います。全員知ってると思います。では ADL って何の略ですか。今目話しましたよね。 ADL って使う割にはですねあんまりなんかその言葉としては浸透していないかなっていう気がしますけども、これ ADL って、Activities of Daily Living ということで、まあ、日常生活動作ってことは知ってると思いますけれども、フルスペルでね、言える人って、まあ、実際にあまりいないんじゃないかなって、まあ、かくいう僕はですね、ああそうなんだと思いましたよ。まあ分かりますけどね、あのアクティビティがあってでダイアリーで、まあ、リービングですから、まあ、普段どんな感じで動いてるんですかっていうことですけれどもね、まあ、フルスペルだと、まあ、ちょっとね、まあ、日本人にはあまりこう馴染みがない言葉かもしれません。というわけで、まあ、どういうふうに使うかというと ADL もそうだけど IADL 見た、さあ皆さんご一緒に ADL もまあそうだけど IADL 見たみたいな。ではですね、今日も頑張っていきましょう。Have a good day!